トミー・ダグラス、トーマス・クレメント、トミー・ダグラス、トーマス・クレメント、トミー・ダグラス、1904年10月20日、1986年2月24日は、カナダの政治家。1944年から1961年まで、サスカ・ジュワン州において、北米では、初の社会主義者の州首相として、カナダの建国史上初めて、ユニバーサルヘルスケア。 包括的公衆医療制度を取り入れた人物とし、知られ、カナダの医療の父として国民から高い尊敬を得ている。州首相を退任した後は、1961年から1971年まで、新民主党の党首を務めた。2004年に、カナダ放送協会が実施した、最も偉大な、カナダ人の調査では、1位に選ばれている。スコットランドのフォルカークで生まれる。 1910年に家族でカナダへ移民し、ウィニペグに定住した。幼少期に足に怪我を負ったことが原因で骨髄炎に患い、切断も免れないといった状況にまで追い込まれた際に、とある外科医からダグラスの病気を研究材料として学生たちを手術に立ち合わせることを条件に無料で治療を受けることができたという経験があった。この経験が あらゆる人間が安心して健康な生活を送るための医療を享受できるようにしなければならないというダグラスの信念のもととなった。第一次世界大戦の間は一時グラスゴーに戻っていたが、1919年に再びウィニペグの地を踏んだ。同年にウィニペグでゼネラルストライキの現場を目撃したが、その際警察官たちが警棒や銃でデモ隊を鎮圧し、 牙警察にによっって二人のの市民が射殺されるといった、たた。光景を目の当たりにし1924年にブランドン大学に進学し、そこで社会的福音運動の影響を受けるようになった。1930年にブランドン大学を卒業した後は、1933年にマックマスター大学で社会学の修士号を取得した。卒業論文のテーマは、 優生学の観点に基づいた低能児家庭の問題というもので、問題を解決する方法として、障害を抱える国民を精神的かつ身体的にも断症を行い、彼らを特定のキャンプに収容するといったような内容を提案していた。しかし、1938年にナチスドイツを訪問して、以降は前述のような思想を改め、 生涯前日の論文に関しては一切言及せず、政治家となってからも、優勢学に基づいた政策を実行することはなかった。以降は、サスカチワン州のウェーバーンにあるカルバディ・バプティスト協会の牧師となった。世界教皇の家中で、ダグラスは社会主義に傾倒するようになり、この頃に社会主義政党である共同連邦党、新民主党の前身に入党した。 1935年には会議員に選出された。第二次世界大戦の勃発に伴い、カナダ軍に招集され、海外への派遣を志願したが、前日の骨髄炎による後遺症から兵役を免除された。ちなみに、ダグラスが加わるはずだったウィニペグ連隊は、1941年の香港の戦いで、メンバーの全員が死亡もしくは捕虜になるという結末を、 たどった。1944年6月15日に実施されたサスカチワン衆議会の選挙において、共同連邦党は53議席中47議席を占め、7月10日にはダグラスが州首相に選ばれ、北米で初めて社会民主主義政府が成立することなった。以降、ダグラスの率いる共同連邦党は1960年までに、 実施された五つの選挙において圧倒的な勝利を続けた。在任中はといった進歩的な政策を次々と実行し、サスカジワン州を北米の社会的実験室としてその名を轟かせることに一役買った。ダグラスが最も重要視した政策は公衆医療政策に関連するものだった。1962年に導入された包括的医療保障制度は 多くの論難を呼び起こし、医師たちのストライキを呼び起こすこととなった。医師たちは、同制度が自分たちの収入の大幅な減少と、政府による医療に対する過剰なまでの干渉を懸念していたが、同制度の導入前は、州の人口の60%から63%しか、民間もしくは公的な医療保障を受けることができていなかった。このような政策は、 ダグラスの後継者であるウッドローロイドによって継承され、1958年に首相に就任したジョン・ディー・フェンベーカーは、サスカチュワン州以外の地域でも同制度を導入する場合は、費用の50%を連邦政府の補助金によって賄われるといった法案を制定した。1964年には最高裁判所が、 同制度を国家全体で制定するよう干渉し、1966年には、レスター・ビー・ピアソン首相によって、費用の50%を連邦政府が負担し、残りを地方政府が負担するといった公衆医療政策が実施されるようになった。共同連邦党は、1961年にカナダ労働者会議と合併して、新民主党を決闘し、初の党大会において、ダグラスが、 党首に選出された。翌1962年の下院議員選挙において、レジャイナ氏の選挙区から出馬したのの落選し、後にブリティッシュコロンビア州の補欠選挙において当選を果たした。その後は1963年と1965年の選挙において当選を果たしたものの、1968年にはバーナビー・シーモア選挙区において再び落選し、 同年に行われた7位もカウチン選挙区における補欠選挙にいて当選を果たした。1971年に党首を辞任した後も同選挙区での議席を保持し続け、1979年に政界引退を表明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。